はサクサクのおしゃれなお菓子いちごカスタードミルフィーユを作ります。それでは早速いってみましょう。材料はこちら。台に薄力粉で打ち粉をしてパイシートを伸ばします。ある程度伸ばしたら三つ折りにし1ミリ幅の厚みになるまで伸ばしていきます。鉄板の大きさに合わせて四隅をカットしクッキングシートを敷いた天板の上に乗せます。フォークで穴をまんべんなく開けましょう。200度のオーブンで5分焼きます。200度はきついよ。5分経ったら膨らみすぎないように同じ天板を乗せてさらに10分焼きます。焼き上がったら粉糖をまんべんなく振りさらに5分焼きます。粉糖の層のおかげで後でクリームが浸透しにくくなります。わあ、綺麗な層になってる。粗熱が冷めたら食べやすい大きさにカットしておきます。次にカスタードクリームを作ります。ボウルに卵黄2個、砂糖 60g を加えて白っぽくなるまでよく混ぜます。そこに薄力粉、コーンスターチをそれぞれ 15g ずつ合わせてふるって混ぜます。お鍋やフライパンに牛乳 350cc を入れ弱火で沸騰直前まで温めます。先ほどのボウルに加えて泡立て器で滑らかになるまで混ぜます。バニラエッセンス5滴を振ってこしながらお鍋に戻します。弱火にかけて焦げつかないように混ぜ続けるとだんだんクリーム状になってきます。これで OK です。バストの前面にバターを塗りカスタードクリームを流し揺すって表面をならします。ぴったりラップをして冷蔵庫で冷やします。冷えるまでしばしお待ちください。グラスなどに絞り袋を固定してカスタードクリームを詰めます。輪ゴムで縛ると絞りやすくなります。いちごは縦4枚にスライスしておきましょう。お皿にパイ、カスタードクリーム、いちごの順番で3回繰り返します。粉糖、ミント、パイのかけらを散らして完成です。サクサクのパイと甘さ控えめのカスタードがよく合います。いちごの酸味で上品に仕上がりました。チョコレートクリームにしてもいいですね。ご視聴いただきありがとうございました。お料理くまチャンネルではシェフとくまちゃんがお家でできる簡単レシピをご紹介しています。気に入っていただけたらパソコンの方は画面のボタンから、スマートフォンの方は下の説明文のリンクからチャンネル登録よろしくお願いします。ブログにもぜひ遊びに来てください。次回もお楽しみに。